ポンパドゥール夫人、我が亡き後に、洪水を来たれは、フランス王類15世の愛人であった、ポンパドゥール公爵夫人の言葉とされる、もともとはフランス語の語句。日本語では、我が亡き後に、洪水は来たれ、我れ亡き後に、洪水は来たれ、大洪水を、我が亡き後に来たれ、などとも訳され、アプレモアルデリュージュと音社されることもある。この表現は、二通りの解釈が可能である。 我が亡き後に洪水が来るだろうと解するならば、革命によって自分の統治が終わりを告げることになれば、国民は混乱に陥ることになるだろうと断言していることになり、我が亡き後に洪水を来いと解するならば、自分が去った後に何が起ころうと知ったことではないという含意になる。後者を踏まえ、日本語の言い回し、あとは野となれ山となれに近い含意だと説明されることもある。 アプレヌ・ルデリュージュという言葉は、7年戦争の二千七2757年11月5日のロスバッハの戦いで期の兵力の7分の1を一挙に失ったルイ15世に対し、ポンパドゥール夫人が彼を励まそうとして、この敗北がもたらす、今後の劇的な影響のことを考えるのをやめるよう、進めたものとされる。ルイ15世は、この利己的な格言をアプレモア、 ルデリュージュという形にして、王大使について言及するときなども含め、しばしば口にしたという。カール・マルクスは、資本論第一部、資本の生産過程第三編、絶対的上用価値の生産第八章、労働日において、この言葉に言及し、こう述べた。大洪水を、我が泣き後に来たれ。これが、すべての資本家及びすべての資本家国民のスローガンで、ある。 それゆえ、資本は、社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命に対し、何らの寿命も払わない。アプレモアルデリュージュという語句は、1943年5月16日、17日の夜間に、ドイツのルール地方にある複数のダムの破壊を、目的とした、チャスタイズ作戦を完工した、ダムバスターズことイギリス空軍第617。 中退の標語としても用いられた。ポールブリックヒルによると、このモットーについては少々議論があり、当初は、アプレヌ・ルデリュージュが提案されたものの来歴が不適切だとして、また、アプレモア・ルデリュージュは、無責任という文脈で、ルイ15世が用いた表現だとして、いずれもヘラルド・オブ・アームズによって却下されたのだという。最終的には、国王が後者をモットーとして選んだ。 ありがとうございます。